ジレットのカミソリジンジレットはカミソリ製品のブランド。元はアメリカ合衆国の独立企業だったが2005年以降はプロクターギャンブルが販売している。1901年にキングキャンプジレットがアメリカンセーフティレザーカンパニーとして創設し1902年にジレットセーフティレザーカンパニーに改名した。1903年に 世界初の T 字型会話式の安全化ミソリを製造販売開始した。1904年、ジレットを商標登録した。1967年にドイツの電気機器メーカーのブラウン社を買収試行会社とした。1996年、電池メーカーのデュラセルを買収試行会社とした。これらは現在は P&G の子会社である。九州合併直前の社名は、 ザジリットカンパニー、本社はボストン、雇用者数は29,400人、売上は92億5,000万ドル。2005年10月1日に P&G に吸収合併され、同時にニューヨーク証券取引所の上場を廃止された。日本では1920年代から輸入販売が行われ、全国で新聞広告を展開していた。 ジレットの日本法人が設立されたのは1944年6月27日でジレットジャパンインコーポレーテッドとして設立された。1967年にブラウン社の日本法人であるブラウンエレクトリックジャパン株式会社を吸収しブラウンジレットジャパンインコーポレーテッドとなった後2002年にジレットジャパンインコーポレーテッドに社名を戻している。その後、 2006年4月1日からは、ジレットジャパン LLC に事業を移管して、ジレットとブラウンのブランドを日本で展開していた。2007年7月1日にプロクターギャンブル、ジャパン株式会社に事業が移管され、ジレットジャパン LLC は解散した。ジレットフュージョンをプラス1チャンネルフィファワールドカップのスポンサーであったが、2005年の P&G との合併により、 翌2006年のドイツ大会を最後に撤退した。イギリスの経済新聞、エコノミストにジレットの呪いという記事が掲載された。同社の CM に起用された一流アスリートが災難に遭うという。タイガーウッズはフリンス・キャンダルがプレーにも悪影響を及ぼした。テニスのロジャー・フェデラーは2011年にグランドスラム優勝から遠ざかった。サッカーのティー・リアンリは2010年。 南アフリカ W 杯欧州予選プレイオフで恋に反動を犯した決勝点のアシストを非難され全人のイメージが崩れたサッカーマガジンはこの3人に加えプロ野球の松坂大輔も一例に挙げた同誌には掲載されていないがレーシングドライバーの佐藤拓馬も起用決定後に所属していたスーパーアグリが撤退2009年の F1 ドライバーシート獲得のために スクーデリアトロロッソでのテストを受けたが獲得できず、1年間の浪人生活を送らざるを得なかった。その後2010年からインディカーに転校するが、その前にジレットとのスポンサー契約は切れた。ありがとうございます。